動画をご覧いただきましてありがとうございます。松村接骨院院長の松村です。今回は健康への5ステップ、ステップ2の歩行についてです。今回の動画は前半は歩くことのメリット、後半は歩き方について実際に動きを見ていきましょう。そもそも歩くことは水を飲むこと、空気を吸うこと、食事をすること、それと同じぐらい体にとっては必要不可欠なものになります。人類の進化の過程において何百万年も歩くことで骨盤を精密に動く形に作り上げてきました。ですから私たちは二足歩行でも自然にバランスをとって無理なく歩けるようになっています。ですから歩行が不足すると精細な骨盤は滑らかに動く形を失い、腰痛に陥りやすくなってしまいます。そもそも人の形は歩行によって作られたものであり、血液の循環から内臓の働き、骨格の構造、すべては歩行と関係して作られています。腰痛は人類の宿命と言われる方が未だにいらっしゃいますが、そうではなくて歩くことこそが人類の宿命になります。これはあまり知られていませんが、僕たちが当たり前のように思っているこの歩くという能力ですね、これは犬の鼻、嗅覚ですね、それとかコウモリの耳とか、それと同様に進化の過程で手に入れた並外れた能力なんですね。他の身体能力を犠牲にしてまでも人は歩くことに特化したんです。実際に 2,3 時間で40キロを走破する動物は人間以外にはほとんどいません。短距離走では馬の方がもちろん速いですが、馬は全力疾走ではせいぜい数分しか走れません。人間は馬に追いつくことが可能なんです。人間は馬に勝てるんです。いやいや、そんなことないっしょって思うじゃないですか。でも実際私たちの祖先は獲物を疲労させて狩る自給狩猟という狩猟法を馬に対しても行っていました。馬に逃げられても逃げられても諦めずに徹底的に地道に追いかけて、馬がもう無理、もう走れないと根負けするまで徹底的に追いかける、そんな方法をとっていたんです。すごくないですか。人間、人間は馬に勝てるんです、まあ、それだけ歩くことに特化した人間ですから、じゃあ歩くことをやめたら何が残るのかっていう話ですよね。では実際歩くことによってどのような変化が起こるのでしょうか。歩くことのメリット、1、歩行は骨盤や内臓の歪みを治します。よく観察すると歩き方にはそれぞれ固有の癖があるものです。その癖が骨盤の歪みを作り、逆に骨盤の歪みが歩き方の癖になって現れます。当院の歩行指導で正しい歩行を身につけていただくと、骨盤とその中にある内臓の歪みが改善していきます。そうなると内臓に付随する血管や神経の通りが良くなります。つまり歩行は本来の状態に修復する高度な治療ということになります。
2. 歩くと膝などの関節を丈夫にし変形を防ぎます。骨は無重力では脱灰といってカルシウムが抜けていきます。骨を丈夫にするにはカルシウム摂取と日光に当たることと体重をかけることです。膝・股関節の治療には正しい歩行をして関節に適切に荷重を乗せることがとても重要です。3. 歩くと心臓を助けます。歩行のリズムは心臓の心拍とほぼ同じです。ふくらはぎは第二の心臓と言われており、歩行することで下半身の血流が上半身に運ばれます。歩かないと人の心臓は吸引ポンプの役目もさせられるため負担が大きくなり心臓疾患を起こしやすくなります。4. 歩くと腎臓、泌尿器の働きを助けます。全身の体液の循環が良くなるので腎臓、泌尿器の働きを助けます。歩いた後はおしっこがよく出るようになります。また腸の働きも良くなるので便秘解消にも役立ちます。 5. 歩くとダイエットになります。歩行は有酸素運動なので30分以上続けると脂肪を燃焼させます。また歩いた後も新陳代謝が活発になった状態が続くので元気になり脂肪も燃えやすい状態が持続します。 6. 歩くと脳の働きが良くなります。歩くと脳脊髄液の流れが良くなり足の裏への刺激が脳をすっきりとさせます。歩行により右脳と左脳のバランスが取れ協調して働きやすくなるとも言われています。 7. 歩くと精神が安定します。歩行と安定した呼吸、リズミカルな咀嚼により脳内にセロトニンというホルモンが分泌されます。このホルモンはパニック障害やうつ症状と関係があると言われています。実際歩行はうつ症状にも効果があると言われています。 8. 歩くと姿勢が良くなります。歩く距離と姿勢は関連しているようです。日常生活でしっかり歩いている人は腰が立った状態になり丸くなりません。まあ目安は1週間に20キロでしょうか。体に不具合が出たらまず原点に立ち返って歩くことです。まあその前に骨格を矯正して正しい状態で歩くとなお効果的です。まあ初めは10分ぐらいから始められて2ヶ月ぐらいで40分連続歩行ができるようにしていきましょう。まあ、それができたら徐々にペースを上げていって丈夫な足腰を作っていきましょう。では次は歩き方についてです。では次は歩き方についてです。ウォーキングフォームについてお話したいと思います。まずですね、遠くを水平をしっかり見てくださいね。で水平を見て顎を引くこと。水平を見て顎が出てるともうこのままこう歩けちゃうんですね。これでは意味がないですね。ちゃんとまっすぐ見て顎を引いてください。それだけで軸はしっかり揃うんですね。ちょうど
頭頂部から、まあ、脳のてっぺんですね、てっぺんからぐっと引っ張られてるイメージ、引っ張られてるイメージで歩きましょう、はい、でその時手の動きですけど、手は70度から80度軽く曲げましょうね。そして、まあ、軽く親指を立てる、ね、そして後ろに引く、手を後ろに引く時は脇を開けないこと、脇を開けて振っちゃうと肩甲骨は全然動かないですね、もったいないです。せっかく振るときはね、ちゃんと脇をグッと締めて、そして若干斜め後ろに引くことですね。斜め後ろに引く、この背骨に向かってグッと斜め後ろに引きましょうね。こう引くことで背骨がしっかり動きます。はい、そして足ですけど、まあ、手をグッと振れば勝手に足はグッと前に出ますから、でなるだけ大きくね、気持ちいい程度、気持ちいい程度にグッと前に出す、グッと前に出したらかかとからついてます。そしてかかとからついたら親指、人差し指にしっかり重心をかけてグッと蹴り出します。その時にもう後ろの人から足の裏が見えるぐらいしっかり蹴り出してください。グッとかかとからついてグッと蹴り出す、はい、でその時ね、その重心、体重がこの土踏まずですね、この土踏まずに自分の重心をかかるぐらいですから、若干内側重心ですね、内側の重心をかけながらグッと蹴るということですね。はい、かかとからついて内側に重心をかけて親指、人差し指でグッと蹴り出す、こういう動きね。ということで、ウォーキングフォームの説明でした。はい、ということでステップ2の歩行についてでした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。次回は健康への5ステップ、ステップ3、浄化についてです。